里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。佐藤さん。はい。なんかちょっと良くない噂があって。どういうことですか。あれ週刊誌取られましたよみたいなやつでうまくそれが冗談と広まってないってこと。ああ、それもありましたよ。今あの週刊誌取られたってドッキリあったじゃないですか。うん、あれもういろんな人から動画を見ないで、そのサムネだけ見て、うん、あやちゃん誰も信じてないから大丈夫だよとかすごい連絡来ました。見ろ見ろ動画見ろ。いまだに信じてる人いますからね。あれ動画見ろ本当、ね。あれはドッキリなので皆さんね。それ、はい、それじゃない。あ違うの。あの里崎の呪いって知ってます。知ってるよ。あ知ってます。知ってるけど。はい。そんなんないわけ。それ知ってるよ。そう、はい、言うなっつったろ。いや里崎の呪い結構あのすごい証拠があるんですよ。いやそれは俺もちょっとは知ってるよ。何証拠って。だからあの里崎の呪いというのはですね皆さん、あの侍ジャパンを里崎ジャパンとして里崎さんが勝手に選ぶっていう動画を以前出しました。こちらの動画ですね、うん、はい、そこに選んだ選手がことごとく怪我不調登録抹消になるっていう。いや俺のせいちゃうが。だからもう一流選手たちがことごとく里崎さんが選んだ選手たちがどんどん不調になっていくっていう、これ本当に呪いあるんじゃないかと思っちゃうレベルですよ。褒めてんのに だいたいさ、いつもよ、だいたい俺厳しいこと言うから、はい、解説でも、うん、里崎チャンネルでもね、それで、はい、そんなことないとか、うん、批判されたりすることが、はい、多いわけよね、はい、でも褒めてんのに褒めるのがダメなの。じゃあ逆によ褒めてる動画よあれ。佐藤さんが褒めると、うん、褒め言葉が呪いになるんじゃないですか。そうやろ。もう褒めない方がいいじゃないですか。褒めれないの。いやちょっとじゃあ証拠というか、うん、じゃあ誰がどうなったかっていうのを、うん、OKOK、ちょっとね、まとめてくれてる人がいるわけですよ。そうそう、そんな人もいいのね。はい、まず菅野投手。あそうだろうね。怪我されましたね。したね。はい、エース候補。で坂本選手、うん、怪我。ヘッドスライディング骨折ね。はい、うん。大山選手も怪我。そうそう大山選んだのにね。はい。うそうそう。そしてソフトバンクの森投手。森。怪我しましたね。なんか左手ね。はい、左肘かな右肘じゃない、はい、そう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 。やりましたよね。守護神候補だったのにね。そしてあの岩崎投手。岩崎も怪我してない。怪我してないんですけど、その佐藤さんがその褒めた直後にですね、勝ちパターンで出たんですけど失点して同点になっちゃったっていうことがあったらしいですね。それも俺のせいだ。はい、それも俺のせいだ。怪我してないじゃん。まあまあちょっと含まれてるらしいです。そうな。はい、で三島投手。ああ DeNA ね。で2試合で3被弾のクラッです。え俺のせいだあれ。いやもうかもしれないですよね。普段そんなに浴びないのに2試合で3位なんだ。そりゃそうよ、だって浴びてないから選んでるわけよ、はい、代表に、ね、なのに浴びちゃったわけですよ。、うん、さあそして、森下投手も、うん、こちらも森下いいじゃん、怪我もしてないし。いやこちらはいいんです。いいじゃん、彼自身はいいんです。じゃ呪いじゃないじゃん。援護がないっていう。そこ俺のせいちゃうやん。7回無失点も援護ゼロっていう里崎の呪い下に入ってますから。そこな、はい、こじつけやろそれは。そして、山本由伸投手。山本由伸あんなにいいピッチャーなのに、うん、2連敗。いやそうなんだ、最近ね、はい、ロッテ戦も打たれちゃったりして、はい、そして、うん、サプライズ選出って言った、うん、金久保。あ金久保、うん、怪我。いやあれピッチャーライン当たって帰り、そんな取ろうよ取ろうよ、じゃあ取ろうよあれ。俺のせいな。そして、涌井投手。涌井、うん、あんなに調子が良かったのに、うん、3回5失点。いやいや、さんが褒めるからだな。いやいや、先週勝ってたよ。先週勝ちましたけどね。その言った直後に言ったすぐ。まだありますから。まだあんだ。はい。ね、これがファイターズの伊藤大海投手。おお。5回4失点。そうなん。最近ちょっと状態悪いんだよね。そうですね。はい。そして唐川投手。唐川多いじゃん。これもちょっと本当申し上げるのもなんかあれなんですけど、佐々木朗希投手の勝ちをまあ消してしまったっていう。俺大体だって唐川はさ西武戦以外打たれてないんだよ。そうですね。うん。はい、俺なそれ。まあでも佐藤さんが選んじゃったからっていうのがあるんじゃないですか。そうやろ、唐川ちゃんと投げてよ。あとあの鈴木誠也と菊池が内容性で離脱して、はい、だからもうメンバーいないのよ。だから。代表メンバー何人でしたっけ？24のうち14人何
何かしら怒ってるんですよ。いや、調子よくなったやついないの、逆に逆に調子よくなったやつ。いやね、それが目につかないぐらいこっちが目についちゃうってことですよ。え、だって調子が良くなったというか、調子がめちゃくちゃいいから選んでるわけじゃないですか。まあもちろん、はい、で、そんな人たちが14人こうなっちゃったわけですよ。選んだ瞬間、はい、そんなことある。これどうします、佐藤さん、あの14人いなくなったらもうメンバーだいぶ違いますよ。そうだね、10人じゃ戦えないしね。はい、もうこれ選び直した方がいいんじゃないですかっていうぐらいですよ。こんなに1週間2週間で変わりますか。いや、そういうのマジやめてほしいよね、世の中の人たちも。言うのですか、ね、まあそうですね、まあ、こじつけで言うのは良くないですけど、でもこうやって見るとやっぱ本当に佐藤さんの論じゃないかと思っちゃいますよね。褒めてんちゃう。じゃあどうします、佐藤さん。いや、俺はやるよ、またもう一回。もう一回やります。あのオリンピック前の最終候補予選、最終候補メンバーが発表される前ぐらいに選ぶ、はい、選びます、最終里崎ジャパン。14人も違いますよ。ん、14人もメンバー変わるんですよ。え、だってもう多分今、あ、でもどうでしょう、森下投手とかは入るでしょうね。そうだね、はい、だって森下なんてそんな援護ないだけじゃん。そうですけど、でも普段やっぱ援護がある投手が援護はないっていう、そういう、しかも枠井とかちょっと状態上がってきてるから。まあ、もう確かにそうですね、カラカラと、そうですね、うん、いや、じゃ入るかもしれないけど、佐藤さんが選んだ直後にこうなっちゃうから、やらない方がいいかもしれないです、逆に。いや、絶対、え、そういうパターン、え、どうなんでしょう、皆さんどう思ってるんでしょうね。それ一部の人間でしょ、どうせ。いや、知らないです、結構なんか噂になってます。なんかスレッド立てたらしいですよ、佐藤町の呪いって。嘘やろ。そこまで見てなかったな。そうですか。いや、でももう俺はまた選ぶよ。え、だって俺のせいちゃうが。私選手だったら、だって本当に、え、それはね、はい、あのロッテ の選手の弁当を出したら怪我するみたいなやつ。あ、そうなんですか、ロッテって。そうへぇ、だから俺はあの弁当出しませんかって言われて断拒否した。あ、そうなんですか、うん、え、じゃあだって里崎チャンネルの代表に選ばれても本当に代表いけるわけじゃないじゃないですか。そうそう、だから別にね、いいじゃんね。だから選手だったら絶対選ばれたくないですよね、このチャンネルで。なんで。え、だって呪われるから。いや、だってそうですよね、本当の代表行きたいじゃないですか。でもだってあれだよ、あの里崎、あの総チェックで、はい、いっぱいベストナインとか選んでるけど、そいつら活躍してるよ。もう活躍する人もいますよ。え、ジャパンってついたら里崎、もう一回やっていい。じゃあ、え、じゃあ里崎の呪いが本当かどうかもう一回やります。そう、検証しようよ、じゃあ。あ、いいですよ、いいですよ、うん、もうそうしましょうか、うん、はい、そんで、うん、怪我したら仕方ないよね、はい、そうですね。じゃあ今怪我されてる方は除いてまた選んでとか、え、最終前に、最終じゃダメな、最終じゃもうそこ怪我したら終わっちゃうじゃんってこと。はい、なんか最終直前にやったらあれですよね。そんなん、もうじゃあ俺も怪我しないような頑丈なやつを選ぶよ。平投手とか怪我しなそうですよね。お、そう、でも平まで無失点だから俺選んでしまうから、知ってさ、言われるよ。でも俺平も選んでるからね。選んでます。でも、はい、知ってもしないし元気じゃん、はい、いいじゃん。悪いとこ出てるよ、悪いとこばっかり見てるけど、うん、じゃあ他の選手でさ、良くなってんのちょっと探そうよ。じゃあピッチャーは菅野、山本枠、宮城、この宮城頑張ってるじゃん。あ、まあいいですね、うん、栗林、ほら、はい、いいじゃん。いや、いいから選んでるわけですからね、うん、で、キャッチャーは梅野、大城、甲斐でしょ、うん、はい、いいじゃんね、はい、頑張ってるみんな。佐藤さん、でもあれですよ、んこれ全員不調になってたら逆にもう怖いですよ。なんで。え、24人全員不調になってたら、あのもう冗談じゃなく本当に怖いですよ。いい選手はね、残ってくれる。大島打ってるでしょ、はい、で菊池はコロナ陽性、吉田も打ってる、鈴木陽性、はい、村上も打ってる、浅村いいね、うん、で大山、坂本怪我で、だから俺が選んだスタメンによると、菊池、鈴木、誠也、大山、坂本がいない。はい、だからまあ半分いない。そうですね。結構な主力メンバースタメン半分いなくなっちゃった。じゃあ、あれはそれあれでしょ、各チーム2人ずつでしょ、はい、アテネ方式の方、アテネ方式の方だと感じいいんじゃない、全員。あの坂本選手も入ってないのか、菅野投手の元々。あ、でも広島は木口と鈴木誠也は2人いなくなってる。あ、金久保、伊藤大海、12球団の方2人ずつだといいね。はい、そんな
めちゃくちゃ悪いわけじゃないね。まあ、最初に選んだ方がまあ一番の里崎さんの好みですからね。まあまあそうだね、制限ないからね、はい、そうですね。いやでも俺はオリンピック前やります。やるんですか？だって関係、俺のせいじゃないもん。なんか、まあ私はだって応援してんの呪いっておかしいじゃん。私は呪いがあるなんてまあまあ思ってないですよ、うん、でもまあ皆さんがそう言ってますし、うん、でも本当に呪いがある、ちょっとそういうジンクスみたいなのがあるとしたら、なんか選ばれた選手かわいそうだなってちょっと思っちゃいますけどね。そうなの？プロ野球の人たちも見てんだよこれ、はい、結構はい聞いてるけど、うん、そんで頼むから選ばないでって見てんの、はい、嘘やん。呪いかけないでくれ。まあでもじゃあ、まあ次はじゃあ呪いがないってことを証明しましょうよ。そう、絶対証明します。はい、里崎の呪いはね存在しませんから。はい。